写真拡大。広島野村雄介投手、30が22日マツダスタジアムで行われた投手指名練習で1軍に再合流した。不調により6月12日に出場選手登録を抹消されていたが、25日中日戦マツダでの先発が濃厚。逆襲の後半戦へ、緒方監督からキーマンの一人に挙げられている男が得意の流投から復活を図る。1ヶ月余りの時を経て野村がマツダスタジアムに帰ってきた。本拠地での25日中日戦の先発が濃厚。キャッチボールなどで調整し、汗と雨でびっしょりの右腕は、2軍降格の期間は自分自身悔しく思います。これから自分のできることをしっかりやりたいと期する思いを口にした。今季は安定感を欠き、6月11日日本ハム戦では自己最短の1回6安打5失点。翌12日に出場選手登録を抹消されていた。1ヶ月余りの2軍生活では直球の力強さなどを見つめ直し、降格後のウエスタンでは3試合で1完封をマークするなど1勝0敗、防御率 3.00 の成績だった。フォームのこともありますし、体の使い方やバランス、1ヶ月かかりましたけど、なんとか形にしたいなと思う。地元でも上々の手応えを示した。前回登板となった今月15日のウエスタン阪神戦の舞台は岡山県倉敷市で、7回5安打2失点。1軍いくつだったら良かったですけどね。わりかし納得のいく球を投げられたと思う。あとは上でどれだけ投げられるか、結果を出せるように。中学以来だったという故郷のマウンドでの110球を1軍での力にしないわけにはいかない。緒方監督の思いにも応えたい。前半戦終了時、指揮官は後半戦の投手陣のキーマンの一人に野村の名前を挙げていた。それを伝え聞くと、そう言ってもらえるのはありがたい。1ヶ月以上力になれなかったので、なんとか後半戦しっかりできるようにやっていきたいと右腕は決意を新たにした。待ちに待った一軍復帰戦。中日は再スタートを切るにはもってこいの相手だ。今季挙げた白星すべてが中日戦で、4試合に先発し3勝1敗、防御率 1.80。 前半戦は先発不足が課題の一つだっただけに、柱の一人として期待される右腕が流投から復活へ歩みを進めたいところだ。チームは前カードの巨人3連戦で3連勝を飾り、借金3の3位。首位巨人とは9ゲーム差で、依然として自力優勝の可能性が消滅する危機にあるが、逆襲へ16年最多勝男の存在はチームの再浮上に欠かせない。